皆さんどうもです、ポルスです。今回ですね、ピーターボットポロの世界記録リオ決勝5連陸類の5回目、5マッチ目の解説後編ですね。前回は初動グリムゲートを制覇する最強すぎる効果勝負と対面を解説してて、まだの方はね、よかったらそちらを見てもらった方がよりね分かりやすいし、その試合の続きなのが今回なんやけど、この動画では中盤の対面、立ち回り、そして終盤のなぜそんなに陸類を連発できたのか、その圧倒的な力の部分をね解説していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。Let's go。 では初動漁った後の中盤の立ち回りと対面から見ていきましょう。初動の物資はこんな感じで、結構ね集まりはいいんやけど、プラスアルファで戦闘用バンカーをね強気に取りに行く、最高の物資構成を作りに行くっていうのがポロとピーターボットの目標でした。でここでねワンパーティー被ったら即ポロがまず詰めるんですよね。でさらに外回り床屋根を置いて相手をまず封じ込めていく、もうすぐに攻め手側に回っていくのがやっぱ特徴ですよね。でカウンター入れて、で80カット、さらにピーターボットが相方の方に詰めてるんやけど、この時のピーターボットのカバーの仕方に注目してほしいんですよね。ポロと相手のトラジックっていう選手が 1v1 でポロが一気に詰めていったと。そこに対してまずはピーターボットもそこの敵は分かってるから一気にカバーで詰めに行くんですよね。そしたらトラジックの相方の選手がアサルトを打ってカバーに来たと。となるとピーターボットは 1v1 を挑むためにそっちに寄りはするんやけど、ここで一気に 1v1 の対面に行くんじゃなくて、ここの建築を大きく作って、ここで相手のカバーを分断してるんですよね。で分断した後そっちに寄らずにピーターボットは 1v2 をしに行く。で相手はここの圧で一旦引いちゃったから、一瞬でもここの 1v2 の形を作れたというのがねやっぱ強かったですね。基本的にはやっぱり 1v1 でも強気に詰めていく、1対1を望んでいくっていう形だとは思うんやけど、ここはねきっちりとピーターボットが有利に敵を分断したから 1v2 を挑みに行くっていう両の形として戦闘してましたね。で相手はねロー HP にして、ここでアーマーも割れたから、相手ねもうめっちゃ引いてるからね、ピーターボットって分かってたと思うけど、ただここはまさかのワンパンカウンター。ポロの体力は200やってんけどね、何が起こったのかというと、まさかのトラジック選手はねここでスナイパー取り出してワンチャンスかけたら当たっちゃったっていうまあこうでもしないとねやっぱりね最強では破壊できないのかもしれんけど、まさかのカウンターもらってピーターボットとトラジックは疑似的には 1v1 やけど、相方がね逃げてたんやけど、ここでおい行けるんだったら行こうみたいな感じでまた帰ってくるんですよね。でピーターボットは早く処理しないといけないんやけど、ここはしっかりとゲートキーパーの建築破壊能力の速さでショットガン張り返しつつもハンドガンで倒していって、これで一応 1v1 にはなりましたね。でここからのピーターボットのね戦闘もうまいし、やっぱり立ち回りもねやっぱうまいんですよね。特に戦闘の立ち回り、ここで相手の 1v1 に対して、もちろんまずはダウン確定取りたいから詰めには行きたいんやけど、丁寧に様子を見ながらちょっと時間をかけるんですよね。まあダウンは時間かけたら勝手にやられてくれるから、ここは安全に安全にまずは丁寧に、ここでカードは一旦拾って選択肢をね引くのもよし攻めるのもよしにしていきますね。でここで起こされないようにまた素早く詰めて、相手の場所をなんとなく視認しながらピンポイントにね削っていって、で相手が横に逃げたところをまた張り替えにしに行くんやけど、一旦上に上がってから壁に勝負に行く。ここはねショットガン張り替え惜しくも刺さなかったけど、次横に行って、これはうますぎ早すぎるしな、よくあれで敵を視認して撃ててるよなって感じもするんやけど、でここでどん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 張り替えて勝負の 1v1 の強気に見えるんやけど、やっぱり基本的には入り込まない、素早く終わらせて漁夫を来ないようにするっていうわけではなくて、とにかくこの確定を取りたくて、で取った瞬間にすぐにリブート盤に行くんですよね。これがめちゃくちゃ大事で、ここで相手と結局相手がここに詰めてくるんやったら、まあ 1v1 継続ってだけでまあ決着まで行くと思うんやけど、ここで相手も引いてくれたらリブートを先にした方が相手のやられた物資とポロの元々持ってた物資の2つ分を先に触れますよね。なんでここでリブートして、でポロも物資をねもう一回補給するんやけど、まあ、ここでポロがもう一回持ち直した物資って元々持ってた物資量とさほど変わらないと思うんですよね。まあ、回復も取れて、あとバンカーも取れてるから、まあ、これで結果的にはポロとピーターボットの方が全然収支は多いみたいなことになるんで、まあこういう形が取れるからピーターボットはすごい早く引いたっていうのはね、やっぱ戦闘に固執はしてない、まあちゃんとね立ち回りとして有利なムーブは作っているっていうのがありましたね。でお望みの
ここは戦闘用バンカーで、鉄もね、しっかりとここで取ってましたね。で、かつ、アタッチメントですね。まあ、ここで、レアリティの高い銃を取って、かつ、まあ、アタッチメントはね、もう正直、だいぶね、みんなも分かってるとは思うんやけど、とりあえず、この武器にはこのアタッチメントつけとけば、最強になるよっていうアタッチメントは、バース SMG とスナイパーとゲートキーパー、それぞれ出てきてて、まず、バースSMG はやっぱり腰打ちがね、ばらけてしまうから、レーザーというアタッチメントをつけると、腰打ちでもね、弾の収集率が 100% になるから、もうめっちゃ精度が良くなると。腰打ちでも精度が良くなるっていうのが、これ一つ、ピーターボットとポールがね、めちゃくちゃうまく使ってるシーンが出てきます。で、次はスナイパー。スナイパー何もついてないとね、覗く速度がちょっと遅くて、敵を逃しちゃうとか、覗いてる時間が長ければ長いほど、やられてしまう可能性があるんやけど、そこに対して、スナイパーはアングルフォアグリップですね。これをつけることによって、瞬間的に覗くことができるんで、まあ、それでよりクイックスコープ、一瞬でスナイパーを当てていけるっていうのが、やっぱピーターボットのスナイパーの強さにつながってると思いますね。そして最後にゲートキーパー。まあ、これもね、もうみんな知ってるとは思うんやけど、ゲートキーパーはドラムマグついてるゲートキーパーって、今んとこ俺フリーで落ちてること見たことないんで、絶対にアタッチメントをつけてからドラムマグが拡張されるみたいなイメージなんやけど、まあ、ドラムマグのゲートキーパーで弾が3発から5発になる。これによって壁張り替えとかがね、より積極的にできる。これもね、出てきます。この3つのアタッチメントがついた武器をしっかりと作る。そうすることによって、このピーターボットのミシクのゲートキーパーとレーザーのついた SMG、 そしてクイックスコープができるスナイパーのピーターボットの最強武器構成が出来上がると。まあ、もちろんね、他にもアタッチメントつけれるんやったらつけた方がいいと思うんやけど、とりあえず今言った3つはつけといて、本当に損がないというか、もうつけてるだけでレアリティが1個上がるぐらいには強いと思いますね。で、ポロもここは金のゲートキーパーは弾がね、ドラムマグにできるんで、5発のゲートキーパーになってます。で、緑やけど多分これもレーザーついてると思いますね。で、こういうアタッチメントをつけてちゃんと強くしてるからこそ、しっかりと、まあ、スナイパーのエイム力はね、今のはね上手すぎるんやけど、距離もまあ遠いからな、普通にエイム力っていうところあるんやけど、やっぱりその力をしっかりと最大限発揮できるような環境を毎回作りに行ってるっていう強気の立ち回りが、やっぱピーターボットとポロのね、まあ、根幹にある。まあ、そうでもしないと5連ビクロはなかなか厳しいっていうのはあると思いますね。まあ、勝ち切れてるだけすごいし、今のもね、さっきの戦闘用バンカーの取り合いとかも、言うて相手サイフォンのメダリオン取ってるチームだと思うから、まあ、メダリオン同士の強い対面勝負だとは思うんやけど、それでも相手引いてたからね。もうピーターボットとポロの対面の強さは、まあ、アメリカ的にもかなり苦しい、出会いたくはない敵って感じなんやろね。で、ここからの中盤の移動は、まあ、やっぱりね、このケルベロスのメダリオンで2人で瞬間移動をしっかりつけて立ち回っていくみたいな感じなんで、あんまり再現性はない。まあ、これをやろうと思うんだったら、もうケルベロスのメダリオンまず取ってねって話になっちゃうから、そこがそもそも難しいから、まあ、結構特徴的な立ち回りにはなっちゃうかもしれんけど、とりあえず円の内側目にいて、で、この円が次第6円で大きく外れるんですよね。下側になる。そういう大きく移動するときは、ちょっと高めの位置からフィズジャンプの瞬間移動で飛び出していくっていう立ち回りをしてましたね。まあ、これが一番、打たれてはいるけど、大きく1回でね、ここまで移動できるからね。まあ、楽なんで、サクッと移動できる一番強い今シーズンのね、移動手段かなと思いますね。で、さらに、まあ、ピーターボットとポロは今の瞬間移動とフィズの大きく大ジャンプする立ち回りができるんで、結構ね、高めの場所を取りに行くっていうことはやってましたね。まあ、今シーズンかなり徒歩環境で、翼はやっぱあんまり強くないのかなっていうイメージがあるんで、まあ、できるだけポジション的には高めの位置がフィズジャンプは飛距離にもなるし、まあ、なるべく高い場所を取りに行く。で、ここ攻めに行くのはちょっとヤンキーすぎるんやけど。まあ、これも瞬間移動があるせいっていうのはありますね。相手がここ一人に見えたよね。ポロとピーターボットはこの終盤ら辺でも一人と見ると、瞬間移動で距離を一気に詰めて対面勝負に持っていけるから、まあ、普通やったらね、この詰めるタイミングで漁夫が来るっていう、漁夫が打ってきて、で、むしろカウンター打たれて、詰めようとしてた相手がむしろ詰めてくるみたいなことが起こるんで、あんまりこういうタイミングで詰めることはできないと思うんやけど、まあ、瞬間移動使いたい放題やから積極的にね、いけるっていうのはありますよね。で、ピーターボットは案の定ここで高めを取って、やっぱりスナイパーも当てていくと。まあ、リプレイだからスコープ覗いてるのがね、ちょっとわかりにくいんやけど、まあ、ここら辺はやっぱりクイックスコープのおかげでしっかりと相手を見てから撃つまでのインターバルが短いからね、エイム力がより発揮しやすいっていうのもありますよね。まあ、早く覗ければそれだけやっぱスナイパー強いね。で、ここで円は外れてはいるんやけど、また大ジャンプでね、簡単に移動はできるんやけど、今、右側の外で、また当ててるけど、ここでね、敵がいるのは分かってるんで、まあ、こっちに絶対に来るっていう敵をしっかりと見てて、シールドバフル使ってるのも珍しいけどね。で、ここで、
高台から円に移動するのは簡単やからね、もうワンチャンスね、狙って撃破を取りに行こうと考えてますね。でここ出てくるところを覗いてしっかり当ててヘッドショット強すぎで瞬間移動でも一瞬でね確定を取りに行くから、まあこの確定取るのもね、今の距離感だと普通やったら結構ね渋るところやと思うんやけど、もう行っちゃえるからね。でただ相方がポロに対してダメージ取ったんやけど、ピーターボットはきっちりカバーして SMG の貫通で倒しきって、まあポロがねかなり大ダメージもらったんでちょっと怖かったけど、まあああいうのもかなりね強気に攻めていけるっていうのが、まあただただビクロイ取れただけじゃなくてリフレッシュの量の多さにつながってくると思うんで、自分たちが苦しい武士になったらもうガンガン行こうぜっていうことを、まあ苦しくない武士でもできてるから、ヤバくなったらリフレッシュっていうプレイができちゃうのがピーターウォットとポロの、まあ一つの立ち回りなんだろうなと思いますね。でまたスナイパー当ててここでまたね次アタッチメントの強さ、ドラムマグの強さがポロで出てきますね。まずはそもそも攻めようと思った判断基準を見てほしいんだけど、まあここでスナイパー割って、ここ行くのかなと思ったんだけど、さすがにここは行かなくて大ジャンプでワンジャンプで円に入れるからね、これも強いなと思うんやけど、でここでピーターボットとポロが一旦合流して、この正面のグリッツさんっていうのかな、この人が一人に見えるんですよね。となるとポロたちが一気に詰めて勝負に行くと、でここでショットガン当てて、でさらにショットガンで倒していくと、めちゃくちゃ強いなかなかないシチュエーションやとは思うけどね、こんな円の外側まで詰めに行くなんてことはね。ただ 1v2 できるっていうのが分かってるし、しかも武器が最強なのはここでまず開けてヘッドショットで100カット当ててるし、その後ショットガン持ったまんまずっと撃つんですよね。でここでゲートキーパー3発使ってるんやけど、ここでさらにショットガン張り替えに使った後も撃てる、これがドラムワーグの強みなんで、やっぱりドラムワーグがついてるケロヨルス、個人的には昔のチャプター1のタクティカルショットガンぐらい強いんじゃないかなと思いますね。普通にヘッドショットで120ぐらい出るし、でかつ張り替えにもねずっと撃ち続けれるっていう、まあ、これがあるから相手はねこの速度ある対面になかなかね逃れることができずにワンダウン取っていかれたという感じでしたね。でここでしっかりとボックス広げて丁寧にホールドしてからちゃんと確定取って物資拾って、物資がもともと少なかったわけではないんやけどね、でも今みたいに詰めれるからね。で必ず終盤までにリフレッシュをしてから、まあハイグラを狙っていくっていうのがここの終盤の立ち回りになってきますね。で終盤に関しては正直特殊すぎるといえば特殊すぎますね。まずもうここの時点で瞬間移動を使える人たちってほぼいないと思うから、まあ、ピーターボットとポールたちだけができる立ち回りで、終盤のハイグラはねもちろん狙っていくんやけど、ハイグラを狙うきっかけとか、どういうところでハイグラを取りに行くかっていうのが、ピーターウォットとポルたちはあえて言うけど、ないんですよね。正直、いつでも取れる。問題は、ちゃんと資材を持ててるかどうかぐらいなんですよね。こんぐらいの資材数だったらハイグラ取りに行ったら取れるな、ぐらいのリフレッシュができていれば、もういつでもハイグラウンドは狙っていく。それくらい強気に勝負に行けるっていうのがこの2人ですね。で、ここは一旦、まだ上の様子を見て、ちゃんとハイグラの位置を見てから、ここ。ここはね、エイジャレスもうまく逃げれてたんやけど、一旦どかしてスペース作って、で、救援の内側ですね。で、ここでまたフィズを使って、ここでね、あんま上とかも見てる素振りはないんやけど、ここで上見て、もう即ね、飛び乗りに行くんですよね。で、ピーターボットは瞬間移動で一瞬で乗って、相手のライズを倒していくと。正直困難されたら無理じゃないみたいなね攻め方されてて、ここでピーターボットが攻めてる逆サイドからポロも攻めて、で瞬間移動で近寄ってショットガンのねいいダメージ出せる距離感で2パンでワンダウン、一瞬でもう1秒で取ってるからね、浮かんでみるとねそのよりえげつなさが分かって、セカンドハイですらないですよねピーターボットとポロは。まあサードかフォースぐらいのハイグラでイオンズとライズが結構ねデカめにこの建築を建ててると、で大きく建ててる時ってやっぱり味方と自分が離れ離れになってしまうから、まあ 1v2 をやろうと思えば一瞬でね詰めれるのであればできるという瞬間をつかみに、ここでポロが右から、そしてピーターボットが後ろからね攻めてライズが一瞬でやられていると。まあライズしてみてもねどっからやられてるかもわかんないと思うし、そもそもあんまりピーターボットたちを視認もしてないと思うから、ここで来るのみたいなタイミングでこれやからな相手映ってもないからね。これがハイグラリテイクでできるんだったらまあそら最強だよなって感じですよね。これで毎回ハイグラウンドを取って、あとはハイグラウンドから常にプレッシャーをかけ続けてビクロイを取りまくるみたいな感じの5連ビクロイだったんで、まあ勝つならハイグラウンドなのは間違いないんやけど、その取り方がねやっぱこの瞬間移動があるとレベチで強いハイグラリテイクができるっていうのはすごいですね。で回復耐久まで考えながら、でここでね3つ目のアタッチメントの力、
バース SMG のこの精度の良さですよね。ここでレーザーつけて貫通力を増してるから、しっかりとね、ここ、まあ、ポロはレーザー使ってましたね。で、上からハイグラから確実に敵を削っていける。こうすることによって相手はもう本当に登れないんで、ダブルバース SMG で、しかもエイムがちゃんと建築壊れた瞬間に当てれるから、まあ、それのせいで相手は全く上がるそぶりがなくて、もう常にハイグラウンドを抑えておける。誰もここから勝負には来ないっていうね。そういう形が作れてるから、ハイグラウンドがね、安定もしてますね。このハイグラウンドの安定のさせ方もかなり攻撃的なね、安定のさせ方とは思うんやけど、まあ、とにかく強く強くアイテムや武器を使いこなしていくっていうのがやっぱり今のもね、リーチはある。ハイグラ見てワンチャンスあるかなって思ってたんやけど、ピーターウォットがもうバースト当てすぎて、すぐに引っ込んだからね。まあ、これがな、腰打ちでできちゃうからね。腰打ちでできるのがなぜいいのかというと、スナイパー対策にやっぱり、バース SMG 打ちながらキャラコンを入れれるんですよね。で、ジャンプしながら打つとか、すごいね、昔からある対策技とは思うんやけど、まあ、丁寧に丁寧にバース SMG の打ち方はカウンターもらわないようにしてるんで、まあ、ここで、まあ、あとはね、撃破を取りに行くんやけど、ここで瞬間移動も使いながら、残りは 2v2v2。まあ、ピーターボット自身はね、資材もなくなって、体力もね、ちょっと怖さはあるんやけど、フォロはもう完全に回復を拾って、耐久勝負までね、持っていってるんで、あとはピーターボットがボーナスタイム。ここで、もう、エイム全振り、最強すぎる。ただここパーズもね、うまくて、フルピースで、ピースコントロールでピーターボット、ワンパンで取り返して 1v1。とはいえ、フォロがこの回復量からね、まあ、圧倒的、めちゃくちゃ強い。まあ、全体的にやっぱり立ち回りはもちろんいいところあるんやけど、やっぱりね、自分たちのプレイスキルの高さを押し付けに行けるような最高の環境を作りに行くっていうのが、この二人の、まあ、世界記録を叩き出した立ち回りでしたね。はい、いかがだったでしょうか。今回はポロとピーターボットの立ち回り、ラウンド1の世界記録、そしてラウンド2の世界記録、まあ、アメリカを超えて世界で一番強いデュオになってるとも思うんでね。まあ、今後のポロとピーターボットも、まだ記録をね、自分自身で塗り替えていくのかも含めて、ちょっと期待がありますね。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、またね。